ね、いい楽器ですね。いい楽器ですね。ありがとう、ありがとう。副楽器の他にこういうね、これは親指ピアノって俗に言われてますが、サンザとか、あるいはカリンバとも言う。ちょっと変わった音ですか。この音だけちょっと触りみたいな三味線のね。他の音はちょっとこういう弦が少ないですけど、たくさんあるとオルゴールみたいな響きになります。こういうのもなんかね、あとこれちょっとちっちゃなハーモニカは約820円で10個しか鳴らないのに3オクターブも出るってすごいですね。そういうプルスの楽器をちょっと手に入れたんですが、そういうのも被災地なんかではちょっと欲しいかなっていう、あるいはいわゆる僕らが昔吹いた副音式のトンボとか、宮田東邦さんの考えたハーモニカですね、日本独特のやつですが、あれなんかもすごい素敵で、こういう楽器にもつながるしね、まあ、いきなり本格的な楽器をね、この仮設住宅とかで演奏するのが難しい、まあ、キーボードをヘッドホンで聴くのはいいんでしょうけど、だからなんかこういう一緒に楽しめるようなものがあったらなっていうふうにも思っております。そういったものもありましたら、あ、ここにあったよとか誰か持っているとか言ってくだされば被災地に届けますので、僕の方にご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。ちなみにインターネットの方がやってたら聞いていただくと、カッチヒデオってひながらでもいいですし、最近は音楽自由人、音楽自由人ってくっつけて入れていただくとそれとも出てきますので、そして連絡先まで全部載っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは私の作りましたもう一曲、サーミアタンゴ、今日タンゴなんで、まあ、この曲がタンゴなのかちょっと爽やかすぎないっていう話もありますが、送らせていただきたいと思います。サーミアっていうのはベリーダンサーの名前なんですけど、この曲を踊ってくれたことがないというかなんでそのサーミアさんのために作ったのかよくわからないんですけど、今その時はそんな感じでできました。サーミアタンゴを送らせていただきます。いいですね、グラデーションと鳥のようでもあるし、はい、シャンティさんも実は中尾沼袋に住んでらっしゃって、見かけたらってもうこの格好で歩いてるわけないんだけどお声をかけてあげてください。ベリーダースの他にヨガも教えてるし、今度ランパダ、このお子さんのところランパダでも
講座を持つってことで、ナンパダに行けば彼女の案内が載ってますので、ナンパダ分かりますか？中野小沢のあなたのところの、なんて言うんでしょうね、民族用品屋さん、いろんなもの照明器具だったんだ、はい、あ、そうですか。向かい側にチムヤっていうのの喫茶店になってます。北原照久さんの、あのおもちゃ博物館のすぐそばですね、向かいでいく、そうですね、はい、どうもありがとうございました。次ね、今日はスタンドアローンというんですけど、ミョウさんが今スタンド出そうっていう話になりまして、じゃあスタンド、マイクスタンド出します。打ち合わせしてますね。僕この大河ドラマ見てないような気がするんですが、ちょっとちらっと見ましたかね。